スクール SLC がお送りする英文法本日問題はこちら20秒間でお願いいたします さあできまましたか、まあ D、は違いますよねでなぜそれを感じるのかと言われたら1行目の真ん中 offers これをどう処理するかで答えが変わりますねでこちらに書き出してみたんですが offer 何文型ですかそうです O1O2 第4文型ですねで第4文型の場合は人に物を与えるこの50になってるのかなと思って1行目見てみると the best key あれ人がいない 人じゃなくて物が来てますね。で、そんな時にどうするのか思い出せる方もいらっしゃるはず。そうです。こんな感じで語順を変えることができましたね。ただし、間には前置が必要。人に提供するんですから、to が必要でしたね。で、その観点から見ていただきますと、空所の前後、特に空所の右側には人がおります。で、使用する前置は to でございますので、もちろん正解はスイで、本日この問題を持ってきたのには理由がございます。 当然この offer。第四文型であるという点はこの公式問題集8、テスト1のパート a r t 7というの然164番からの長文中に出現しております。ですから offer をこの単純な形で出題してしまうとほとんどの方が正解すると。ですから変形させて正答率を下げるんですね。で、なおかつ空襲の前後の文章を長くして見えなくさせる。まあそのポイントは not only but also。 で、とんり A、バットオルソー B の A の部分は直後にあるんですがバットオルソー B にあたる部分はあれないなぁと思わせるためにコンマとコンマ挿入部分が邪魔をしておりますのでこれを一旦飛ばすとそうすると、There w r e information B にあたる部分が出てきましたそれを踏まえてお話をいたしますので文章をご覧ください電気は提供するで何をと言われたらベストキー最高のきっかけで何のと言われたらサッ のの性格を知る最高のきっかけそれを提供するだけでなくで2行目の右側読者に対してでどんな読者と言われたら3行目彼について何でも知りたいと思っている読者でそういう読者に対してこの B の部分を提供するそれは価値ある情報で何に関する情報かと言われたら一番最後の行彼の家庭環境についての価値ある情報そういうものを提供するそんな感じでよろしいかと思いますでは画面を描き換えますね さあ復習しやすいような画面に抱えました。スクリーンショットする方はどうぞ。今日でチャンネル登録もよろしくお願いします。